ここね、トイレめちゃ綺麗なんですよ。電気自動ね。トイレめちゃ綺麗。よし、ちょっとトイレします。はい、ただいまね、朝の6時。6時です。今気温外何度だろう。シリに聞いてみよう。ヘイシリ、気温何度？外は11度です。11度だって。うわ、森倉岳が超見える。うえ、すげえ、ほら、ちょっとやばいな、これ。森倉岳見えるじゃん。すげえ、ちょっとこんな雲があんのに、ちょっと普通の写真で撮ってくる。ほらズーム、あのリクラが見えるよ。まあね、こうやってちょっとした湖があるっていうのもいいですよね。バッファブル湖だっけ、なんだっけ。ねえ、綺麗だよね。さて、夜じゃないけど、この星の展望台行ってみます。ちょっとね、たくさんがちょっとあって鼻水が出ます。この涼しさたまんないね。よいしょ。ここへ初めてかな、来た時。まだ娘が何歳だろう。こい登ってね、なんかお家帰りたくないって泣いたのを思い出しますね。あんまり見えない。ノリクラでしょ。ノリクラ。確かにここは星の展望台だね。こう星が見えたらいいな。
ね、サイドオーニング、これ便利なんです。これこうやって動くやつ、これレールが、キャンピングカーってね、ヨーロッパのキャンピングカーってこのレールがね、これがいっぱい入ってて、ここにもレールがある。これずっとレールがあって、サイドオーニングをねつけちゃうとダメなんだけど、サイドテントがねつけられる、つなげられる、きっちり同じ形なので、ね、これすごいいいんですよ。キャンプの朝はマルシンハンバーグ。なんでこんないい匂いするんでしょうね、マルシンハンバーグって。じゃあ、行きますよ。ハンバーグ取ってきた。はい、ここのすずらん橋っていう、バス停からですね、善五郎の滝に行けます。で、ここ駐車場、こんな広い駐車場があるんで分かりやすいと思いますんで、ここからね、歩いてね、なんか5分とか書いてあるんだけどね、ゆっくり歩いて10分ぐらいかかるね。うん、ちょっとぜひ行ってみてください。滝見えたね、やったね、すごいかっこいいね、さっきって。よし、行こう。行きたい。あっちにも行きたい？じゃあ、レイクもっと大きくなったら今度自分で歩こうね。あっちに。うん。行きたい。そうだね。うん。なんかお墓参りになってる。お墓参りだね。運動ちゃんの演技ちゃん。よし、湯煙館だ。俺、宿泊者はね、これでね、安いんです、400円。子供100円だよ。いいっしょ。パパ来た。靴を入れます。
か。早く降りてん。はい、ということでね、お風呂から出て、今ね、もうお腹空いちゃって、時間は4時半。お肉をとりあえず焼きました。アンガスビーフ。適当にね、やっていきたいと思います。バドミントンをしたい人、ゲームをしてました。中で休んでる人、お肉を食べる人。いい感じに焼けてる。うまい。肉ばっかり食べましょう。かな。ほら。こっち持って、ここ持ってさ。何？でこうやってさ、こうやって。焦げるだよ。いや、焼いてよ。もういいよ。黒くなっちゃうね。じゃあ上の方でやればいいと。これ？うん。これ雲？雲？火に当たったらちょっとね。うん。黒くなっちゃう。火だよねこれ。なんか炭、すすがついちゃう。もういいんじゃない、うん、もういいよ。黒くなっちゃった、ほら全然熱くなんない。あ、なんか黒くなっちゃうんだけど、まあまあ食べれる。ご飯も食べずにマシュマロ焼く。ご飯食べたよね。お腹いっぱい。ご飯だとお肉ちょっともういいよ。もういい。回って何がねえねえ、うん、これマック、うん、もう一個やろう。じゃママやっぱりまだやって硬いんだもん。難しいね。じゃあママおでこ2個。おでこで、うん、はい、焼きます。お肉。お肉焼きます。はい、じゃあこれランプ肉パパ。ママ。ママ食べます。はい、今回はね、天気が良かったから、昼間、森倉岳見えて最高でしたね。なんか夕日も見えたんで。で、今日はね、今もう、マシュマロを焼き出しちゃって。お肉まだ。はい、お肉待って。のんびりしてらんないみたいね、まだね。ちょっとお肉焼きます。前回はさ、雨の焚き火雨の焚き火だったけど、今日は曇りの焚き火。傘いらないですか今日は。いるママ、マフの椅子座んな。え、これはマフの椅子なの。へへ、これはマフの椅子。ママはあっちだの。